今日は林哲の会津芦名一族についてお話したいと思います。芦名一族は源頼朝の奥州征伐の後の文治5年から杉上原の戦いで伊達政宗に敗北した天正17年まで400年間にわたって会津の支配者でありました。芦名一族について書かれた本はほとんどありませんで、林さんは富田家年譜などの写本のほか、吾妻鏡、太平記など丹念に読まれてこの本を書かれました。特に僕が注目するのは、芦名一族の会津支配がどのように確立されていったかということです。まずは沢田十郎義貫の長男景貫が会津盆地西部の蜷川の庄に入ったということが分かっています。ついで沢田十郎義貫の次男である森貫の子供たちがそれ以外の地を治めることになりました。長男の金津田が猪苗代、次男の広盛が北田、三男の森吉が藤倉、そして沢田十郎森貫の妻となったが、最初は後に執権となった北条泰時と結婚した三浦義村の娘で、矢部善二と呼ばれた女性の子供である四男の三森が黒川、五男の森時が加納、六男の時綱が新宮をそれぞれ拝領しました。四男の三森が芦名を名乗ることになりますが、沢田芦名の一族の地が会津全体に及んでいることで、会津のその今生きている人たちとのつながりもそこでいろいろこう話題に上ってくるわけです。林さんは隠されたその歴史を丹念に詩を読むことで発掘されたわけで、その洞窟には本当に頭が下がります。僕もその芦名一族を論じるときにはいつもこの本を読ませてもらっていますので、本当に参考になる本だと思います。